えー、皆さんおはようございます。えー、とインターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、と一分動画ができていますので、どうぞ、えー、まずそれを見ていきたいとこういうふうに思います。皆さんこんにちは。今日のテーマはユダヤ人の歴史一です。 ユダヤ人の歴史について聖書から見ていきたいと思いますまずイスラエル人とは何かというとアブラハム・イサク・ヤコブの子孫ですアブラハムはあなたの子孫は星の数のようになると語られその言葉を信じましたアブラハムの息子はイサクでありその息子はヤコブですヤコブの十人の息子たちからイスラエルの十二部族が生まれました ヤコブは神の祝福を求め神と戦いヤコブはイスラエルという新しい名前を神様から与えられましたイスラエルという名はヤコブの子孫のイスラエルの民の名となっていきますそしてユダヤ人という呼び方はヤコブの息子の中のユダ部族に由来しますヤコブの息子のヨセフは奴隷としてエジプトの地に売られ後にエジプトの首相となります大きな飢饉が訪れ ヤコブと息子たちはヨセフのいるエジプトに移り住み十二部族の子孫は増え広がりましたその後十二部族は400年間奴隷とされます BC1100 年頃モーセは神様から語られ神様の奇跡を持ってイスラエル12の部族をエジプトから脱出させますエジプト脱出後に神様はイスラエル12部族と契約を結ばれます 神はイスラエルの神となりイスラエルの十二部族は神の民となりましたこの契約に付帯して律法が与えられましたその中心となるのが有名なモーセの十戒と言われるものですこれが今でもユダヤ教の律法として守られていますエジプト脱出の後40年間荒野をさまよいエフライム族のヨシアにより神がアブラハムの子孫 イスラエル十二部族に与えると約束した地と水の流れる地であるカナンを勝ちとみますそれではまたはいどうもありがとうございますはい電気をつけてくださいえー、っとイスラエルというのは特別な国ですえー、どうして特別なのかというと神によって建てられたからですねで最初にアブラハムに神の言葉に従えという 神様の語りかけがあって従うならば祝福を与えるとねその祝福の一つに国のことがあったんですねそれでアブラハムが主に従った結果えーどういうことになったのかっていうと特別に祝福を受けてですねそしてそれがイスラエルの国という形になりましたですから信仰の踏み出しによって神によって作られたのにねこれは特殊な成り立ちを持っているということをね覚えておいてください。 そして、えーと、このイスラエルを中心に、世界の歴史が進みます。これは、えー、と神殿ができ、さらに、えー、イエス様が地上に来られ、自由化にかかれ、復活されるんですね。これは、エルサミーを中心に起こってますね。そして、えー、世界中に散らされますが、一九四十八年、イスラエルが戻ってきて、でこれはあの聖書の予言と約束でね、ね同じ地に再び戻ってくる。 っていうことが言われてるんですね。で、イスラエルの建国をいたしました。そしてこの後ですね。艱難時代の七年間が起こり、でまあ、景気の間に起こるわけですが。ハルマゲドンの戦いが起こり、イエス様の再臨がエルサレムに行われます。で、こっから千年王国というイエス様を主とする王国が起こり、そして新天神地となり。 そこに天のエルサイムが降りてくるとこれがあの聖書全体でこう言ってることですねですからえっと歴史の中心的なことがここで起こってきてるという特別な国であるということをねどうぞ覚えておいてあのいただきたいというふうに思いますでえっと多くの方々は痴漢神学っていってね えとイエス様の自家化を信じなかったのでイスラエルは祝福を失ったって考えますが、えー、それはないと思います、まあ、実際イスラエルはね予言通り元の場所に帰ってきて,てますしで特別な祝福があるわけですねでもちろん、えー、ここから信仰のイスラエルもその神の祝福を継続あの受け取ったってことは確かなことですねで我々は信仰のイスラエルですから神の祝福を受け取っているということねどうぞ覚えておいてください で、特別な意味合いがあると。いうことをね。そして最後にイスラエルは全て救われて、共に主を崇めるものとなるということをね。主は語っておられます。えっと、それと共にえっとイスラエルチームがですね。明日からえー、っと出発しますえー。また、これはあの一部の人たちが行くわけですけども、教会全体の事柄だと思って。皆さんも2週間ね。どうぞ祈りつつ。 神様の前ににまっていいいいたただきたいとこうううふうに思いますで主が言われているのは「イスラエルから年度をスタートしなさい」「イスラエル人として」こういうことを言っておられますでどうしてそういうのかっていうと確かにこイスラエルが私たちの基盤なんですねで天のエルサイムって私たちのふるさとで私たちの相続地って言われてますがここがポイントなんですがこれはえと今のエルサイムのところに現れます具体的にね それとに我々は霊的なイスラエルとしてイスラエルのすべての祝福を追うので,で霊的なイスラエルとしては神の国人としてのね歩みを徹底させるということが大きな意味合いがありますそして年度のスタートはここから始まりますのでねどうぞ皆さんもねえっとそのことを覚えつつね対応を成し遂げていただきたいとこういうふうに思いますえっとそれとともにですね えといくつかの、えー、と主の主働きが起こってますあの仙台で、えー、と洗礼式が行われたんですけどもでその時洗礼を受けられた方が、えー、と目とそれから耳が悪い方だったんですねで完璧に癒されてるわけではないんですが、えー、と目と耳があのあの癒されたっていうことで、えー、と主を崇めていました感謝したいとこういうふうに思います。<laughs> えと癒しの働きとか予言の働きっていうのは徐々に開かれてきてるので丁寧に皆さんも、ね、祈っておいていただきたいと思うんですねで小さなことであっても、ね、大きなことであっても神様を叩いていただきたいと思うんですがさらに大きな癒しが神様を起こそうとされておられるので、えー、と覚えておいてください、えー、とそれとともに厚みでちょっと癒しが起こったんですねでこれはえー、っとあのー、ご人だったんですけど 腰の骨を三本おらえて、で、おられた直後ではないんですね。おらえて、ちょっと立ってこられて、なんか病院かなんか行ってこられたみたいな感じで。非常に腰の骨が痛んでた方なんですね。で、その時に、あの、主が望まれまして。そしてね、腰の骨の痛みがなくなった。ということでね、感謝したいというふうに思います。で、この、この癒しの特徴は、あの、ご本人がすごく喜んでて。 ねあのー、こう本当かどうかね <laughs> おっぺたつねって確かめるみたいなことをやってで喜んじゃってね踊っちゃってそして、えーあのー、エレベーターの中でも喜んでベラベラ言うもんだからエレベーターに乗ってきた他人がですねどうしたんですかって言ってですねえー、癒やされたんですかって言って、えー、そういうような、あのー、ことだったんですね。でそういうことからもっといろいろ大きくなってくると思いますのでねどうぞ皆さんもね 丁寧に賜物を使っておいてください。あの例の働きというのは、だんだん強まってきてるんですね。もっと強くなった時に、さらに大きな事柄がね、起こってくるっていうことがね、起こりますので、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、えっと、賛美の働きに、主の手があるっていうことを感じるんですよね。それはあの日本の賛美はどん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 、そこから生まれてきていることと。 優れた賛美がどん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 出てきているっていうこととともにもうすでにヒットしてもねおかしくないような曲がいくつも出てきてますねやがてヒットしてくると思いますし全世界に広がっていくっていうことをねえ私は確信してるんですがこの間あの言いましたようにえそしたら今回あの編曲者としてねとんでもない人が入ってきたんですね。一人はえ 楽曲を提供した人ででアバって知らないんですか知らなないいとでですすすよよ人間じゃねごい有名な人なんですがその楽曲を提供してゴールデンディスクを66つ取った方ですよねエミー賞の審査員の方ですねもう世界的な人ですよねで試しにちょっと聞いてみたんですねあの編曲してるから名前出していいですかってねで下手に出すと訴えられちゃうから、ね、大変なことになっちゃうから。 一応聞いてみたんです、ね、まさか名前出していいとは言わないだろうと思ったら名前出していいんですってだからもう名前出してやりますそれともう一人は NBC の、ねえー、と音楽ディレクターの方ですごい音楽番組やったアメリカでね人気あるみたいですけどその方も編曲に入ってきてんですねまあ,あの1曲の曲ですけどね、まあ、それにしたって白が出るからそれで聞いてみたんですね「ちょっと名前出していいですか」って言ったらね「まあ、いい」って言ったので。 で名前出したんですけど名前出した目立たないんですよねなんかわかんないんでしょみんなねでもねすごい人が実は入ってきてるんですよねまあ、これは一つのえっ、ー、と神様の手の、えー、印かなともね感じておりますのでねどうぞえっ、ー、とさらに用いられるようにねまたあの神様の技が進むようにお祈りくださいますようにお願いしますそれとともにですね <laughs> でフィリピンの大統領が来たんですねなんだっけどうなんとか ドテルテの大統領が来られたんですけど <laughs> えっとね私に多分会ってると思うんですよねドテルテ大統領にねあの。それは何かっていうと我々の選挙チームがダボンに行った、えー、っときに市長をす表敬を訪問したんですね。で私最初に会った市長っていうのはねもうちょっとね細身でね ええ、青白いような感じの人だったんですね。次に会った主張、違ったんですよ。で、私ね、おそらく、あの、彼に会ったんだろうと思います、ね。彼、彼に会ったと思うんですね。で、その主張が、えっと、ジャッキーの殉教の時の主張なんです。それでですね、えっと、ジャッキーの殉教の、えっと、本を書いたんですけど。えっと、まあ、当初送ってやろうかなというふうに思ったんですけど、まあ、相手は見てくれるかどうかわからないんですけどね。 あのそれで世界的に話題になっちゃった人だからえ送ってやろうかなと思ったんですがなんかいろいろ麻薬の人をね撃ち殺してるっていう話を聞きましてですねもう我々がフィリピンチームで行ってた時やられちゃまずいなと思ってちょっとやめといたんですねそうしましたらあのき、えー、先週のニュースで何かと飛行機に乗ってる時に言われたっていうんですね神様に暴言をやめろって。 じゃないと飛行まあ落とすっては言わないと思いますけどえそう言われたってねそれで暴言やめますって言われたんですねそうするとねあ,あクリスチャンだなってのが分かるのでそうするとこちらが書いてあることを理解するかなというふうにねちょっとあの期待を持ったのですねあの一応えっとそっちに本を送ることにしましたのでどうぞ皆さんね まあ、たくさんいろんなものが送られてくる方ですからどうかゴミ箱にほこり投げないんじゃう可能性もあるんですがちゃんと受け取ってちゃんと読んでそしてねちゃんと反応してくれるように祈っていただきたいとこういうふうに思いますまあ当初はその予定だったんですけどちょっとなんだか分かんない危ない人だなってね、えー、そういう感じだったのですねそれをとどめてたんですけどどうもあるラインは一致できるラインがあるんじゃないかなっていうことですね。 そして、できるのはジャッキの状況のことに関しての、えー、と正しい情報を、ねえー、と出していただきたいと、こういうふうに思います、まあ。ともかく受け取って、読んでくれて、評価してくれるってところですよね。それをあの祈っていただきたいと、ね、こういうふうに思いますのでね、ねどうぞあのそのことを、ね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでで、えー、私たちはですね、まあ、イスラエルから、えー えー、スタートする霊的なイスラエルとしてねスタートするってことを言われてるんですがそうなりますとねこの10月の末っていうのは年度末礼拝ということなんですね年度末礼拝なんですねそしてえっ、ー、と昨年度はですね <laughs> えっと何の御言葉が示されたのかっていうとルカの福音書ですね確かねそしてえっ、ー、とルカの福音書のですね 三章のところですね節アンナスとカヤパが大祭司であった頃神の言葉が荒野でザカヤの子ヨハネに下ったこの言葉ですねでここで、えー、っと神の言葉がヨハネに下ったって書いたんですねでえー、っと神様の信仰の時に 言葉いいうのは重要な意味合いを持ちますで信仰っていうのは何かっていうと具体的に言うと神を信じることですけどえっと神の言葉を信じることなんです。だから言葉なんです。そしてえっと神の言葉を信じることを通して言葉にある神の祝福が私たちに与えられていくっていうのはこれは基本的なことです。ですね。 例えば、えー、どうして十字架を信じれば罪が許されるのかっていうとイザヤ書の53章にそう書いてあるわけです私の罪の代わりになって十字架にかかってくださったと。だから我々がイエス様を信じると私たちの罪は代わりになったイエス様の上に行きますので私たちの罪が許されるってことですねじゃあ何を信じるかその言葉を信じるってことです。言葉を信じるだから、えっと、私たちが信じるっていうのは神の言葉。 そそしてその中心は聖書ですけどもそれを信じるってことが一つ大きなポイントとしてあるということを覚えておいてください。例えばえ「求めなさいそうすれば与えられます」って書いてあります。じゃあ神を信じるっていうのは何かっていうとその言葉を信じる。求めるならば与えられる。私はあの祈りの力のね再確認をさせられてますよね。 1えと一つは何かっていうと、6週連続、台風にぶつかったんですね、私はえと月曜日が地方に行ってるので、ところがその地方が、台風にぶつかるような形でで行ったんですねまああの予定をやってる時、台風来るからそっちに向かうなんて、そんなことを計算してはいないんですが、行くとこが行くところ、台風が来るんですよね。 しかも、ね、激しい台風の真ん中に入っちゃったりなんかするんですよね。それでね具体的に祈ったんですよね。そしたらね、全部守られました。見事でしたね、6週間。全て守られたんですね。言葉っていうのはね、神の言とっていうのはね、確かなものだなということをね、思います。それとともにね、えーとあの、皆さんに言いましたけども、何を言ったのかというと,、えー、と、私はいつもですね、 飛行機に乗る時は格安のエコノミーチケットですよね。ただしねやるんですね。ファーストクラスに乗れるように。格安のエコノミーでファーストクラスね。増田さんはねファーストクラスに実費で乗っ東京都のお金で乗ってクビになっちゃったけど百万まあひどい場合には100万ぐらいかかりますからですよね。それで祈ったんですよね。それでえと祈った時にこう皆さんに言いましたけど何かっていうとね1月から4月までの間に。 四回ファーストクラスになったんですね。そしてね、そこからね、七月までの間にプラス五回ファーストクラスになりました。そしてね、今十月かな。十月終わりね、今度は十一月ね、プラス二回ファーストクラスになったんですね。七回重視でしょ。そしたら今度はイスラエル行くとき四回フライトあるんですけど、ミッションの方が頑張ってくださって。 ね、私の腰は癒されてるんですけどいろいろ心配してくださってプラス4回ファーストクラスになったんですね多分ねこういう話聞いてもね信じないと思いますでも一緒にねチームの人がいるから見,見えてるでしょねで皆さんが思う以上に祈りは聞かれると思ってください具体的にねそれでまだイスラエルに行けるように祈ってる人もいらっしゃいますし、まあ、逆転もありますのでね っっっちゃててからも祈って構いませんのでねあのどうぞあのただねあの祈ってんだけど断食はしないとかそういうよな話で <laughs> それは祈りは応えられないぞっていう <laughs> ポイントですよねで私も祈ったんですよねまあ最初あのイスラエルにあんまり興味はなかったから行きはなかったんですが行った時にすごい感動しちゃったのでですねそれでね祈ったんですよね。 まあで一生にあと一度行けるかなどうかなと思ったんですけどえっと日本に帰ってきたら10回行けるように祈って答えられたって人の方があったからそれでね適用したんですよねでもね10回って祈ったら10回でね満額になっちゃうじゃないですかねそうすると11回以上行けないなと思ったので20回にしてで20回祈ったらやっぱり20回で終わりになっちゃうとまずいなと思って30回にして。 30回祈ったら30回でお会いっても人生が悲しいなと思ったので40回にして <laughs> そしらねあの今は50回以上なんですねそしたらてるちゃん調べてくれて何回だっけ ?32 回ねおそらくね最初の2回か3回入ってないと思うんですねおそらくね34回ぐらいってのかなねで私が死ぬまでにね50回はいくだろうとこういうふうに思うんです祈り祈りな えっと、先週アメリカが帰ってきたのは先,先週か先々週アメリカが帰ってきたんですねもう第一チーム行ったんですけどモジちゃん来てたんですねはるみちゃんと婚約式やったチームですよねで感動したんですよねアメリカ行ってそれでね私ねアメリカ行きたいと思って最初は23回から始めたで最終的にはねこんなこと起こるかなと思ったんだけど、まあ、ともかく神は全能だからと思ってね100回以上行けるようになった そうしましたら、2012年、11年の5月まで103回,で10回で、しかも皆さんね、私はア <laughs> ね、アメリカの宣教師なんで、アメリカで住めるんですよ、ずっと。でね、今にいたのはおそらく130数回、ね、多分ね、祈ったら130数回行ける,行けるようになったなんて、ね、信じないと思いますよね、まあ、記録に残ってるからね、皆さん、祈りなんで。うん 祈り大体突き詰めないから悪い <laughs> 突き詰めないちょっと祈ってやめるから駄ねでも,もう一個あるでしょ長崎私し35ぐらいの時行って感動してね行けるようにって数回から祈ったんですよね,ね簡単に諦めないねでそして結局100回以上行けるように祈ってどうしたのかっていうと100回以上行ってるんですね10歳以上ね そしてですね祈,りね祈りっていうのはね強力な力であるということをね覚えておいてくださいそして今あの祈りの聖句のことを言ったんですが信仰っていうのはその神の言葉を信頼してそれを行うことですだから神の言葉が土台であるとこれがポイントですねあの原則をねどうぞあの皆さんはっきりと捉えておいてくださいなぜそういうのかっていうとね信仰だと何だかわけが分かんない人がいる 神を信じること。はね神信じるって何信じるんだっえーっとみたいなね。そんな感じになっちゃうので、神の言葉を信じること。これが一つポイントです。神の言葉及び神が私たちに語られる言葉。これを信じること。これが信仰ですよね。だから言葉が土台となるということをね覚えておいてあのいただきたいと。こういうふうに思います。 えそれで、えー、と私はですね37ぐらいまでかな、えー、いくつかかまでかな飛行機に1回も乗ったことなかったんですねそれで、えー、と私はね飛行機も1回も乗らない記録を作ってやろうと思ったんですね飛行機の死ぬがるなものたちをみたいな感じで、ね、私はそんな世の風潮に流されないとね、えー、そう思ったんですねそれで長崎行ったら帰りね十数時間かかる東京まで来るのねいやかったらいいなと思って。 で飛行機だったら2時間だからその時ね揺れちゃったんですよねだから決心が大したもんね,、はい、ねそしね揺れてねどうしようかなと思ったんですねそしてちょっと神様お祈りしたいどうしたらよろしいでしょうか神様ってね言った私ねその時言葉を受けるんですねあなたはこれから数え切れないぐらい飛行機に乗るようになりますって言われたんですねそれでねあじゃあ 1一回も乗れない記録なんてできないなと思ったのでもうそれでやめましたねで。その後数え切れないですよね数え切れないんですよねおそらくねもうわかんない2000前後じゃないかなと思いますね天に行けば登録されていると思うんですねでその時皆さんね神の言葉言葉で聖書そしてね示される言葉っていうのは特に 重要なポイントです。そしてね、これで言葉が下ったっていうのは何を意味するのかというとね、言葉が下ったと神の技が始まるってことなんです。神の技が起こるっていうことなんですねで。これが大きなポイントですね。例えば皆さんの問題とか困難においても言葉が来るかどうかなんです。あのねベニーくんの脳障害においても言葉が来たんですね。私の妻の精神病においても言葉が来た、ね。 言葉が大きなポイントとなっており言葉が信仰の土台であるということをねどうぞ覚えておいてあのいただきたいとこういうふうに思いますそしてえっと昨年度のねあの与えられた言葉がその言葉が下ったっていうことなんですねそしてですねえっと今えーっと年度の最後に入ろうとしてるんですが この時に一つ、えー、と必要な事柄があります、まあ、盛んに、えー、語られているのはね、えー、と許されたことを怒ったことを感謝しなさいとこういうふうに語られていますですからね皆さんもいろいろ感謝していただきたいとこういうふうに思うんですねその言葉は第一手算家の5章に出ています、えー、第一手算家の5章を開いていただきたいと こういうふういふに思うんですねでここで、えーと「16、17、18」「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」とこう書いてありますそしてねこの最後の言葉なんですね「すべてのことについて感謝しなさい」でこの見言葉っていうのはね特別なんですねどうして特別なのかって信仰っていうのはねこれからのことに 大体対応してるんですこのことが成就するようにこの問題が解決するようにこの道が開かれるようにこうなるようにってそして従った時に神の結果がなるよって前なんですところがねこれは後ろなんですでこれが、えー、と他の言葉との大きな違いですで全てのことを感謝したんですよ何を感謝するのか怒っちゃったことを感謝するわけですよね怒っちゃったことこれを言ってる でえー、この「すべてのことを感謝しなさい」っていうのは、えー、だから後ろなんですね皆さんの過去ですね今まで歩んできた道それを言ってるわけですね。そしてですね神はね例えば祈りなさいとかね従いなさいとかを通してこれから起こることに祝福を表すとともに過去のことにおいて祝福を表そうとしてるんですね。だから こののの言葉を知知ってていいるるととらななはは実はね大きな差が出てくるんですねそれは何かというと皆さんの今まで通ってきた道における神の恵みが豊かにあられるかねそうでないかの差になっちゃうんですこれは。でこれはね重要な事柄です。そしてね全てを感謝しなさいっていうとどうなるかっていうとこういうことになるわけですね。どうしてこんなことが起こったかっていうことも皆さん過去にあるわけでしょ。ね あるいは理解できないこととかねこれさえなければと思うようなこともあるかもしれませんよねもちろんいいこともたくさんあるでしょうけども悪いこともたくさんあるんですよねそしてねこの言葉は何を言ってるのかっていうとまあいいことは感謝するっていうのはね当然のことですが悪いこと感謝せよってこう言ってるわけですあのどうして悪いことも感謝するのかっていうと これは我々にとって悪いことが許されたときなぜと思うようなことがあるんでしょうね。とかねそこに特別な種の祝福があるってことを言ってるんです。そしてねえっ、ー、と問題は一つねあるんですね。何があるのかというとね信仰を使うとき主の恵みが起こる。例えばえっ、ー、と皆さんはね私のね話を聞いてたと思います。 ファーストクラスに私がいっぱい乗ったぞってね、関係ない、勝手にしてくれ、なんて思った人も多いと思うんですね。じゃあね、どうして私がファーストクラス、エコノミーの料金で乗って、私ね、皆さんが乗らなかったか、乗った人何人かいると思いますけどね、それはね、私が信仰を使ったからです。それは皆さんが信仰をつかなかったからです。もちろん飛行機に乗る機会がないってえばそれまでですけど、 <laughs> なんかおもちゃかなんかでファーストクラスっていい記憶があって <laughs> でそれに乗ればいいかもしれませんね。でそうなんですよね。なぜ私が祈りを通してこんだけのことが起こったっていうことを皆さん聞いたでしょ。でも怒ってない人もいますよね。でそこらの差どうなってるのかって私は祈ったからです。ね、で皆さんね祈ってない。 アメリカに100回以上行けるように祈ってないでしょで私はそういうことを言ってますよねあるいは祈ったってねパッと諦めちゃうそこなんですよ皆さんあのね信仰を使わないとダメなんですねイエス様がいくら十字架にかかわられて私の罪を許してくださったって言ったって信じないとダメでしょそしてちゃんと悔いあめないとまあ明らかにこれは神の言葉に立たないとダメなんです、ね、ですからこれはですね えっと過去に起こった事柄における神の祝福を豊かに引き出す教えなんですがしかしねえあんまり引き出してない方もいらっしゃるんですねでどうして祈らないこの言葉に立たないこれなんです立たなければ信仰に立ってないからね信仰に立ってないと皆さんね怒らないんですよ皆さん怒らないんですじゃあどうして マイナス的なことも感謝しろって言ってるのかっていうとねえマイナスをね,ねやられるのは神様じゃないんでしょうつまずくのはこっちの問題だからねあの失敗があったり罪があったりしてつまずいたりあるいはねこんなんで頭きてギャーとか何か言ってね打たれちゃったりなんかして <laughs> あのそれはこっちの問題ですよねこっちの問題ですねしかしねそれを許されるのは神様ですねそれは何かっていうとねそれを通してね 主の祝福を神様が表そうとしてる。で,で表すときにね、二つの問題が出てきます。一つの問題は何かというとね、信仰を立て上げる。この問題を通して信仰は立て上げないのです。ですね。がもう一つの問題が出てきます。何かっていうと私たちの人格を立て上げる。立て上げる。 だこれは皆さんに従った場合ですよ神様、どうして私だけこんな目に遭わせて私だけこんなことを許してあなたは助けることができたでしょう私はこう出会ってああ、出会ってってそうしますと、ね、皆さんどういうことになっているかというと、ね、神の言葉に立ってないじゃないですかねで神様が働かれるのは信仰に立った時なんですよね。皆さんねこれが重要なんです皆さん、ね、そしてててね私感謝やっていて、ね、1つ えと思うことがあるんですね例えば私の人生においてねどうしてって思うことがあるわけですよで具体的な理由もいくつも言えるやつはねそしてね、まあ、それに対してね一つね分かってきたことがあるんですねでそれは何かっていうとねドテルテ大統領かなドテルート大統領で、ね、中国の習近平主席かな

私は続けていくか必要があると困るんですねそれは何かっていうとね最初ねその問題が起こった時も感謝を知ってるから全ては息ですと思ってるわけですよねでも納得はしてないわけですねこれがどうしてこれがどうしてしかし信仰的に受け取ってるからそういう意味では納得してるんですねそうするとね何かね神様がね穴を掘るようにあのね深く理解させてくださるんですよ そうしますととね面白いことが起こってきます何かっていうとねあれと思ったところに宝石があったりあれと思う時に金があったりあれと思うことにね祝福があったりするんですだから皆さんね、えー、どうしてと思うこととか傷つくようなことがあったり皆さんの失敗があった時に目を背けない、ね、なぜ背けないかっていうと神様は「 これを通してね本当の意味をしようとしてるしその中におけるあの宝石が待ってるんですよね。それを掘、ね、掘りりせせようとしてる掘りせよううととししててる、ね、で新井先生はねああの私があのそのことでつまずかないもんだからよくつまずかないって言いました新井先生。 ですねでもそれは信仰に立ってるだけの旗で納得はしてないわけですいろんなことを。ところがそっからね何十年も経ってくるでしょそしてねガもを食べるように何度も何度も皆さんもね出会いに出ながら、あのー、何度も何度も寝るようにもう何度も何度もね感謝している時にね 風景が違ってくるんですよ。ねで。で私はね、その荒井先生にあな,あ,なあなたはね、色がないとかなんか言われてね、えー、色がないでないでしょ。信仰立ってるから。ね。しかしね、その時は納得はしていないんです。納得はしてないけど信じてます。全ては益となっている確かに理解できないんだろうけど、神が素晴らしいことをやってるんだろうなとこれはね今ね理解してる。 それがねどんなに大きな恵みだったかね今分かってますだからねもう匠を讃えますよた,たえ方がちょっと違いますね「感謝します」って言ったのが「感謝します」になってますよねそしてね皆さんねえーっと土を掘り起こしてねそして鉱山に至るようにえ繰り返し繰り返し感謝をしまたその中における神様のね えと恵みを受けるっていうことが非常に大きなことからであるということなんです。ですから皆さんがどうしてと思うことのところにね特別な神様の、ね、恵みがあります。で皆さんねちゃんと感謝をしねそして何度も繰り返して感謝をし主を称えてる中で主はねそれを分からせてくださるんですね。 何か問題が起こってねあたあ失敗があってね感謝しますね何にもあの解放がないじゃないから感謝します、うん、この野郎みたいなねそれはね理解してないからねえー、っとねあの神の信仰にあの到達する一つの大きなポイントがです、ね、矛盾矛盾に目を背けないでねこれを徹底してやる。あの神様はね ちゃんと突き詰める人には表してくださいねその時に実はね神様の素晴らしさっていうのを見るんですよ皆さん神様の素晴らしさねで私はあのえっとクリスチャンになった時こう思いましたねま私の性質だからまあ最初は神様を信じるだろうねで12年は熱心にやるだろうそのうち飽きて3年で廃墟だなと思ったんですねでもこれ予想しましたよね私の人格 ね、あの性質を考えてねそしたらね神さん本当に生きてた、ね、そしてね深い方であることは知らなかったんです、ね、そしてね本当に愛してるくださってるってことよく分かってなかったんですねでそれがね深く入ってきました深く入ってきましたで皆さんね中途半端でやめない ね、感謝したっていてつついいることはいくつもあるでしょでもっと突き詰めていくそれね繰り返す繰り返す皆さんねそこに宝石が埋まってます私はねいくつかの宝石を見いだしましたで見出ししたってなくてもらいましたねそうしますとね荒、ね、井先生がよく倒れないなって言ってような問題においてもね私ね 完全にこんなまでしてくださってたのかっていうことをねちょっと私はね感じてるんですよねで皆さんにしてくださってます。感謝は掘掘り下げていくんです掘り下下げげてていいくくんんでですすねそしてそれとともにねその問題とか困難が許されたその問題困難を通しての神様の働きが広がっていきます。でこれはですね過去に意味を与えることであり。 で私たちに気がつかせてくださることであり、そしてですね、実はえっと神様が祝福したって言ってるんでしょ。そのね、祝福の実質を私たちに見せてくれるものね。で私はですね、えっとクリスチャンにマイナス的なことはないと私は思います。どういう意味かって、もっと深い意味ね。簡単にね、全部プラスになって、全部得するぞってそんな意味じゃなくて。 あの神様が許されることには深く意味があってその中で神様の、ね、特別な祝福と恵みが表されているということなんですね。ですから、えー、っとまあ,あの感謝をあの一週間一生懸命やりなさいとかねそういうことじゃなくて皆さんね死ぬまで、ね、皆さん感謝をしてね一応納得してるけどあの納得できてないこともあるでしょ <laughs> そこを感謝するんです。 でそこを主を称えるんです。で、そこを賛美するんです。もう賛美できないこともあるかもしれませんね。痛くてなぜっていう思いがありながらやるかもしれませんね。その中で皆さんね、神様が働いてくださいます。その中におけるね、神の特別な恵みを受けるすね。だから簡単な心の癒しを受けないでくださいね。神様は本当に深く触れてくださって、ね、その技を成してください。 そうしますとね私たちの弱さとか失敗とか問題が実はねどうして主が許されたのかだって助けることはできるわけでしょねだって聖書を見たってそうですよね,ねその問題が起こる前に助けずっていう聖書の箇所だっていくつもあるわけででも問題が起こるまで問題を許しちゃってるってところもあるわけだから具体的にねだからそういうことがあるのですねですからそこにおける神様の働きっていうのはね大きな それとともにねえと今日の御言葉なんですがえーとロマン書の8章の28節ですね。これにこに書いてあります <laughs>。神を愛する人々すなわち神のご計画に従って目されたい人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。こう書いてあります。で神を愛する人々ね具体的に言うとですね 従う人々。これを言ってみます。で、これは、えっと、信仰なので。えっと、従うっていう事柄を。信じて、全うするってことの条件です。え、そうしますとね。えっと、皆さんに問題とか、こんなマイナスも、こう、あると思うんですが。主が働いて、すべてを益とすると。こう書いて。 益となってくるんですねですからえっと私たちに許されたマイナス的なことをね失敗とかねえこれが益となってくるってことを言ってるんですね。これも皆さんね簡単なものではないんですね。したがって益になることもありますしよくわからないこともありますね。しかし皆さんねこれは神の言葉なので立って進んでいく。 そうしますとね皆さんね。永久になってくるんですよ。永久になってくるんですね。そしてね、なんか問題が起こったから感謝しますって言ったから、そしてもうしたかったから、それで永久になるかっていうとね、そういうふうなものではありません。確かにそういうことで主が働いてくださることもありますが、もっと時をかけて、そしてね、もっと時間をかけて、そして皆さんね、 神ののの言葉の実践をしていくのですねでそうしますとねその最初に見えた神の言葉の素晴らしさの奥にあるねさらに素晴らしい技を見ますよね。そうしますとねどういうことになるかまさにてててが益となって皆さんに働いていくのが見えます具体的にねで無理やりね「これは駅なんだ感謝します」っつってね納得できない状況ではなくて「<laughs> 紀伊と神様がね納得させてくださってそしてさらにその中における、ね、神の栄光が表されるということが起こってきます。でこれはね皆さんね特別な祝福なんです。なぜ祝福なのかってね多くの神の約束は将来のことです。これは過去のことなんです。そして過去においての特別な祝福なんですね。そして皆さんね、えー、皆さんね丁寧に。 引退を持ってない人でください、えー。穴を掘るかのように。そうするとね見つけ出します。わあ宝石があったとか金があったとかね。わあこのゴミもあった。なんでね。<laughs> ゴミはないですけど、特別な恵みがその中にあるということをね。覚えておいてください。お祈りします。手のすまお人様人のうちに豊かに働き、にご後横とお宮尊を出してください。なんかちょっとつぶやきがあって何度かつぶやいちゃう人がいるんですが。 これはまだ神の恵みをはっきりと理解していないからです、えー、言葉に従っての対応をなしていきなさいその時徐々にその言葉の素晴らしさ、えー、恵みが分かってきます天様どど豊かに導きサイン御用事を見合わしてください何かこう神に期待してない方がいらっしゃいます大きな損失をしています神には問題を解決する力のように最善を与える力があります その神に従うように唱え語っています。手の様、ま、どういたかに導き、最後の言葉皆さん笑ってください、えー。当たられた言葉に特別な祝福があるんですが、その言葉を捨ててしまった方がいらっしゃいます。これは拾い直してしっかりと立ち信仰の対応をなしていくように。その中で主の技を見ますえっと。と癒しの祈りをしたいと思いますね。まず全員で罪の悔い改めの心を持ちたいと思います。 のうので癒しのためにお祈りください。手の、どうお人よ人のカード精神に触れ癒しを行い解放になってください。精霊様の恵みをありがとうございます。イエスキストの宮って病の力を打ち砕く。イエスキストの宮っ,ってお人よ人のカード精神が病のようさイエスキストの宮ってお人よ人のカード精神です。癒されよ、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 癒されよ。 癒される癒されるされ,るされるイエスキリストの御視聴者の稼働精神に癒しを宣言するえっと喉がずっと荒かった方がいらっしゃいましたこれが癒されましたえ左の方の耳がちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいましたこれが癒されました心臓が悪い方が癒されましたイエスキリストの御視聴者の稼働精神に癒しを宣言するイエス様の名前によっておられておりますアメンどうぞお立ちくださいア <laughs> メ ハレルーヤ、ハレルヤ、ハレルヤーレルヤ、 青木根川区は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛。聖霊の親しき交わいが、私たちともに、常しえにありますように。アメンどうぞお座りください。はい、報告をいたします。えっ、ー、と、イスラエルチームが二週間行きますので、どうぞお祈りください。年度の変わり目ですね、今はね。はい。 えー、今日は年度末礼拝となります教会感謝会が12月3日ですね来れない方は委任状お願いします、えー、岸上寺 J フェスが行われますえっ、ー、と11月23日どうぞいろんな方々を連れていらっしゃってくださいまたあの天候が雨にならないようにね、特にあったかくなるようにお祈りください これをゴスペルコンサートが12月24日にあります。どうぞお友達を連れていらっしゃってください。吉祥寺駅のすぐ横ですね。はい。感謝の宣誓式とかは4時半からです。あとはいつもの通りです。はい。報告をお願いします。ザビジョンからのお知らせです。えー、11月23日水。えー 祝日です。井の頭公園野外ーステージで吉祥寺 J ゴスペルフェスが行われます。11時から4時までです。どうぞたくさんの人たちを連れていらしてください。またチラシが出来上がっておりますので、ザ・ビジョンのブース、または受付にてお取りください。またお持ちください。それとですね この今度今回あのこのチラシの後ろにあの QR コードのを作ったんですけれどもここからあのダウンロード販売ができるようになりましたどうぞあのこのチラシを用いてくださいますようにお願いいたします。明日からのイスラエルチームの祈りの課題が。 受付においてありますので、ぜひお取りくださり、お祈りください。また。ええー、断食等の重荷がある方は、表の方にお名前を書いていただけると、ばれ、ばと思います。えー、東京安定協会の方々は、明日午前6時半に。京成上野駅の切符売り場にお集まりください。はい、ね。それでは、ここで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。